あちゃ、れんちゃんです。いつもご視聴、コメント、高評価、本当にありがとうございます。はい、ということで、今回はですね、まだ天下一武道会が終わってないんですが、結構ガチャチケが溜まってきたんで、今回はガチャを引いていこうかなと思います。はい、ではまずは SS レア確定チケットガチャから引いていきましょうか。どっちがいいかなーって見たんですけど、やっぱこっちの方が良さげなんで、こっち引いていきたいと思います。狙いはゴアスとザマスです。で、3回引けるんで、じゃあ引いていきましょうか。レッツゴー。もう何とも言えない。お、まさかの、ボタマゲッタですね。初ゲット。よっしゃ。じゃあ2回目、いきます。おー、ウーブ。まあ、持ってないんでね、いいと思います。じゃあ最後、ラスト。あー、そこチャオズだったらなー。くそー。あー、シャンパですね。シャンパは、何凸かな？多分2凸ぐらいです。はい、ということで、SS レア確定はこんな感じでした。じゃあ次、こちら引いていきましょうかね。こちらは、まずスカウター見ていきましょう。はい、新しく出た、ご飯おじいちゃんですね。あとは天津飯、はっちゃん、カオパイパイ。これも新しく出たやつですね。これちょっと面白いんで、ちょっと引いてみたいなと思います。あとはまあ、お馴染みって感じですね。じゃあまずは、金の方から引きましょうか。ブーのみ。さあ、ブラックサンボー。さあ、どんどん引いていきましょう。お。はい、悟空。クリリンクレバー熱かったんですけどね。はい、悟空。悟空ばっかりですね。ラスト。なんで、チャオズがいいよ。はい、じゃじろべえでした。はい、では、次はシルバーの方、引いていきましょう。お、ベジータ。ああ、合体しない。
はい、クリリンですね。さあ、調子が悪いですね。トランクス。クリリン。だからチャオズ。おお、ゲームはいいですね。誰も来ない。いやー、厳しい。マジで来ない。お、3人来ましたね。もう SS レアでいいんで当たってください。なあ、ランチあと1回です。わあ、今回はダメそうですね。チャパオで終了です。はい、最初の3枚しか当たりませんでしたね。こんな感じです。ボタマゲッタ、スーパーウーブ、シャンパでした。いやー、あと10連も引いたのに当たらないという結果になっちゃいましたね。まあ、今度は天界地武道会終わった後の報酬でまたガチャを引いていきたいと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄の方にツイッターのリンク貼ってありますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。ということで今回はここまでです。ではでは、またね。